とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、マタロウで、ラスボスのタイムアタック、やっていきます。道中で思ったことが、マタロウじゃきつい。マタロウじゃ、ちょっときつい。ほんときついのよ。なので、まあ、タイムアタックよりも、まあ、マタロウをソロで倒すっていうところを見てください。まあ、一応タイムアタックでやるんだけどね。はい。まず、必殺技はエールとローリングスクリュー3だね。なんか狭い路地があればね、ローリングスクリュー全部当てれるんだけど、ボス部屋では、まあ、2、3発当てるのが限界じゃない?まあ、行きますよ。はい、やってみるよ。これはきついと思うけどな。まあ、死なないように、張り切っていきます。まあ、このね、芸能人ダクトの攻撃力アップで、ちょっとはマシだから。ちょっとはマシ。ほんとちょっとだよ。これ、コンバットラッシュとかさ、これ突っ込んだら死ぬもんね。うわー、ひどっ。ひどい。このダメージはひどいぞ。あ、ごめん、ちょっと言い直すわ。これタイムアタックやめとく。マタロウじゃこれね、多分ね、20分ぐらいかかるわ。20分ぐらい。まあ、死なないようにやるんで。これはまずいわ。多分これ全部やろうと思うと、だいぶね、動画の時間が長くなるので、これ、シンドーベル、今から行きます。ちょっと、そこまで、早送り。はい、シンドーベル。だけども、かかるね。ノーマルの状態ですら、5分ちょっとかかった。いや、これ、こっち側、相当かかるぞ、これ。やっぱ、ほんとね、必殺技なのよ、マタロウは。ローリングスクリューがもうちょっと当たってくれれば全然違うんだけどね。このなんだ命中率じゃとてもじゃないもん。もうナイトメアレディがダメージソースだもんね。これちょっときつい。きつい。でも倒すよ。でも倒す。よいしょ。できるだけ早めには倒すけども。よし。いけ、ローリングスクリュー。3発かよ。いい感じで、いい感じだった。今ぐらい当たってくれれば、もうすごいいいんだけどね。稀だもんな、あんなに当たるのなんて。ごく稀だよ。いや、これ時間かかる。いや、これは、マタロウさんはダメだ。ダメージが取れない。これきつい。これはきつい。よし。まあ、頑張ろう。多分、このシンドーベルの方は、どうぐらいだろうね。20分ぐらいかかるかも。20分はいかないか。でも10分以上は必ずかかる。やば、これ。やばい。よし。まあ、とりあえず、こんな感じで、戦っていきまして、残り少しになってからね、ちょっと再開するね。ここの泥試合はちょっと見せてられないわ。本当に。はい、本気出してきたね。行くぞ。倒せるか。まあ回復はまだあるしいけるとは思うけど、相当辛いよ、マタロウでの。
ラスボス戦って思った以上に辛い。よし、ダメージもね取れないから本当に。おなんだ、アロエブーンか。あ、そうなんだ、全然わからなかった。本当ローリングスクリューがねうまいことハマってくれれば5、6回当たるのよ。そうするとそこそこ削れる。でもそれでもそこそこだね。きつ。ああ、いや、これでレベル600だからね、一応600なんですけども。ああ、やばいやばいやばい。よし、やばくない。いや、無理か無理か。はいはい、いけ。つらつらいつらいつらい。よしよしよし、もう通常攻撃がそこそこ当てやすいから、もうそれで若干減らしていくしかないな。シャイニングキック、まあとりあえず攻撃はね、攻撃アップはもう常につけつつだ。あ、やば、これは避けよう。避けないと死んじゃうもんね。防御力も低いからさ、マタロウは。あー、危ねー。ローリングスクリューでこうぐるぐる回って、あのラッシュの中に入っちゃうっていうのが怖いよ。ラッシュのところで止まってしまうと終わるな、確実に終わる。いけ、2発しか当たらない。いけ、もう3発、マシな方だ、マシな方マシな方。よし、いけ。ああ、抹殺光線もろに食らう。よし、いいぞいいぞ。あ、ウェーブ来る、ウェーブ。よし、もうちょいだ、もうちょいもうちょい、頑張れマタロウ。マタロウ頑張れ。よし、くらえ、ローリングスクリューだ。でもこの程度。あ、見つけた、危ねえ。あー、もうちょっと焦るとダメだ。よし、しゃ、えい、エール。ヒールはねどうなのって言われるけど、ヒールはね良くない、全然回復しないから。マタローヒールは全く回復しないから全然おすすめしない。あー、待って、ウェーブを見すぎてた。よし、まあまあ倒せる倒せる、もうちょいだ、頑張るんだマタロー。頑張れ、なんとかやってくれ。ちょっと待って、攻撃して攻撃して、おい、オッケーオッケーオッケー。いや、せめて4発ぐらい当たってくれ。ダメだ、全然当たんない、全然当たんねえわ。よっしゃー、洪水よけで、たまにはね。あー、危ない、そうかそうか、衝撃波が来るんだった。くらえー。やばいやばい、ウェーブと一緒に来る、ウェーブと一緒に来るときはもうほんと注意ね。よっしゃ、もうちょっとだ、もうちょっと、終わりが見えてきたぞ。あっぶね、終わりが見えてそれはないぞ。最後の最後に変身が解けるとか、つらすぎるよそれ。やばい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 、変なところで止まるな。よし、いけ、あー、ローリングスクリューだ。よしよし、最後は攻撃力アップしていくぞ、ローリングスクリュー、オッケー。あ、でもね、録画のやつを見る感じで18分だね、18分、時間はかかるけども、まあ倒せました。
早く T ダイン来てくれ。T ダインは多分じゃないな。強いはず。間違いない。早くアップデート来てください。ではね、他にも別キャラでタイムアタックやってますので、そっちもね、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや